こんにちは。今回の動画では、日本の国営放送である NHK と芸能人たちとの関係に焦点を当ててみます。実は、NHK を出禁になったと噂されている芸能人がいくつかいます。一体何が起こったのでしょうか。噂の真相を探るため、芸能人たちにスポットを当ててみましょう。さあ、興味深いエピソードを見ていきましょう。美空ひばり、1973年、実弟の加藤哲也氏が関与した不祥事、三代目山口組系増田組の舎弟頭であることが判明により、ひばりさん一家と暴力団山口組及び田尾組長との関係も問題とされ、全国の公会堂や市民ホールから暴力団組員の姉を出演させるなら出させないと使用を拒否されるなど、バッシングが起こり、マスコミも大きく取り上げた。結果、1973年末、17回出場し、1963年から10年連続で赤組のトリを務めていた紅白歌合戦への出場を辞退しました。明石家さんま、1983年の教養クイズ番組「クイズ面白ゼミナール」に出演した際、さんまは鉛筆がテーマの回で鉛筆に関する VTR が流されている最中に生あくびをし、その映像がそのままオンエアされ、後日新聞各社の投書欄に苦情が殺到したことで、NHK からは声がかからなくなったそうです。吉川晃司、1985年の紅白で白組なのに真っ赤な衣装で酒シャンパンを撒き散らしながら登場し、当初予定にはなかったにもかかわらず、ステージから客席に降りる行為を行いました。また NHK 側からはギターベースの2人以外はステージに登場させないでほしいという指示があったにもかかわらず、もう1人のギターショルダーキーボードを抱えたキーボード2人も演奏の終盤でステージに登場させました。さらに本来の出演時間をオーバーし、ギターに火をつけステージに叩きつけて破壊するというパフォーマンスを行いました。当然 NHK の怒りを買い、2002年まで17年間出入り禁止になりました。長渕剛、1990年12月31日 NHK 紅白歌合戦に初出場し、第1部の最後にドイツ、ベルリンから生中継で、いつかの少年、親知らず、乾杯の3曲を歌いました。長渕さんの出演後、予定通りに10時後15分からニュース、21時から第2部が開始されましたが、長渕さんが出演する際に NHK のスタッフを批判していたため、時間が押し、大物歌手の出演がカットされ、そのため出演停止になりました。サザンオールスターズ、ボーカルの桑田が国民的歌手の南春夫さんのモノマネで登場し、曲の間奏中に神様です、受信料は払いましょう、裏番組はビデオで見ましょう、などの発言をしました。当時の紅白は現在とは違い非常に厳粛な雰囲気でしたが、このようなパフォーマンスは視聴者から大バッシングを受け、 NHK 側からは微情を欠かされる事態となりました。極楽とんぼ、桜美林大学の学園祭のお笑いライブショーに出演した際、加藤浩次さんが観客から下半身の露出を要求され、舞台上で数秒間露出してしまいました。この事件が原因で当時極楽とんぼとして出演していた天才テレビくんワイドの司会を降板することになりました。さらに極楽とんぼを降板させないでほしいという要望が多数寄せられ、 NHK 側はこの不祥事を重く見て出禁扱いとしました。山田孝之、 NHK 朝ドラチュラさんで国中涼子さん演じる小羽倉恵里の弟役、小羽倉恵たちは山田さんにとって重要な役割でした。 NHK は2週連続でチュラさん4をオンエアする予定でした。しかし山田さんはこの出演を拒否しました。 NHK 側は本当にギリギリまで交渉していたようですが、山田さんは頑なに出演しないと主張したそうです。 NHK 側の怒りは尋常ではなく、なんであいつだけ NG なんだと怒りを買い、当方が出演 NG となりました。土屋アンナ、 NHK の番組のロケ中にディレクターが出した指示が気に食わなかったのか、激怒したアンナさんがそのディレクターにワンパンを食らわせてしまいました。しかもそのパンチが目に入ったようで、撮影はすぐに中止され、ディレクターは病院に直行する事態となり、その結果で禁となりました。菊池亜美、大喜利番組においてお題の女の子5人組のなんてったって戦隊アイドルンジャー今週のタイトルはに対して忍び寄る AV 業界と回答し、その後約2年間 NHK から仕事が来なかったと言われています。以上、 NHK を出禁になったと噂される芸能人たちのストーリーについてお伝えしました。これらの出来事はしばしば話題となり、
ファンやメディアを驚かせました。噂が真実かどうかはわからないこともありますが、興味深いエピソードとして取り上げられています。今後も面白いトピックについてご紹介していきますので、どうぞお楽しみにしていてください。ご視聴いただき、ありがとうございました。